やい貴様ら、もう言いたいことがある。俺は怒ってるんだ。何よ、これを見ろ。なんだこの靴の数は。靴ありすぎ。何個あるの？5、6個ありますね。まあ、1いいよ。まあそれはない、まあ、来てるだけだもんね。もうありすぎだ、ほんとやめてください。お前は何個あるの？全然ねえよ。1、2、3、4、5、6、6。お前めっちゃ持っとるやん。お前が一番持っとるやん。まあただ靴が多いじゃん。だから今回罰ゲームをかけてクイズをします。そこで負けた人が靴箱買ってもらいます。ええー、ST 靴ありすぎるから。でも靴好きだからしょうがない、まあ、まあ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 、靴箱買って、かつ負けた人は自分の好きな靴も買ってもらいます。なんで？合計3万ぐらいかかるんじゃないかな。そうだね。こんなとこ置いてるやついいんだよ。ついに床に置いてた、こいつ。これ誰だよ。俺だった。お前誰だよ。賞金を獲得するためにギャムライブさんっていういろんな YouTuber の人がすごいやってて今話題のアプリなんですけれども、うんうん、10万円は最後までね問題をクリア人たちで山分けっていうスタイルです。すごい。この生放送クイズが毎日やってるんだけど、10万円から30万円まであるらしい。マジで？すごい。こういう感じで俺らみたいにグループとか仲いい友達とかいる人は大人数でやった方が面白いと思います。確かにそうだよね、いろいろ相談できるもんな。はい、できるしね。うさんくさい PR とかじゃなくて、毎日コツコツやってれば結構たまると思う。え、すごいね。これ大きいジャムライバーっていうのが出てくる。で、招待コードっていうのがあって、それで入ったり、それを招待したりするとハートっていうのがもらえて、うん、それ一回使うと復活できるの間違っちゃってます。おー、一発クリアできるかどうか、ガチだからこっちは。別に俺ら答え知ってるとかじゃないから。はいはいはい。一番迷惑かけたなっていう人、最後に指さして、その人が自腹。怖すぎー。まあ俺一番頭いいから。俺すげえいい大学出てるから。あー、俺に任せて。間違いない、頭いいやつが言うやつちゃうけど。俺に任せて。おー、すごい。うわっ、9、8、7、6、5、4、3、2、1。早っ、来た。えい、ジャムライブ始まりました。来た。将軍さんからの問題です。来るか。ジャムライブ、かっこいい、発音いいね。動画再生数1億再生を超えたピコリの問題、こちらで正解を。お前初手から間違えてんじゃねえよ、面白いな。正解です。あ、これ分かるよ。メドベージュ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 。俺こんなん間違えてた。俺も間違えた。これがこんな間違えてた。こちらなんですよ。正解は。めっちゃ減った。めっちゃ減った。2000円やばい。2000円がいればいけるわ。いやいやいや、俺分かんないやつ来たらみんなに頼む。うわー、すげー。いけるし、ゴーゴーゴー。アイドルグループの。はい、これ分かる、俺分かる。マジで俺分かる。正解です。人気漫画、人の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 2018年上半期 CM 起用者数第1位。うわー、なんか鈴っぽいけどな。いや、白石か。いや、よく見た。いやー、かわいいからお願い。かわいいからお願い。こちらで復活したらもう取るしかない。うわー、うわー、やばい、すごい、やばい。行くしかない。やるしかないんです。ピアノの鍵盤で間に保険を誰か、誰か言って、わかんない。えー、見たばマジある、行こう。ガチ行こう。
この漢字の画数は何画でしょうか。考えてください。空と空、それぞれこの漢字画数は何画でしょうか。分かんねえ。まあ直感よ。直感で、ね、直感。せーので、これ86。みんなみんな。これ88。あ、押しちゃった。あ、押しちゃった。80。何押した今。84押し。誰も言ってないよ。ちなみに俺の直感86だったけど。で、なのに84押し。誰も言ってない。時間なくて上。時間なくて上押しちゃったけど。押しちゃったけど。待って待って、これはやばい。俺86を落として時間なく84当たっちゃっただけだった。やばい、すごすぎて。いいな、いいな。え、すごい。うわうわうわ86。やったー、やばい。これはやばい。すげえ、うわ、やばい。シンプルに減っていいっすね。紙アプリすぎんか。紙アプリ面白いっす、これは。普通に楽しいよ。しかもなんとか頑張ればいけるような問題しかないから。本当にマジで言っとくよ、一切回答知らないから。マジで、なんなら一回間違って俺らもうさ、真顔になってたから終わった。6問目ぐらいで終わったから。多分入ったやつがたまたま招待してもらったやつだったから、あーもらえてたんだ。なるほどね。1086円だよ。おー、すごいわ。マジで86円ゲットしたんで、せいさん、自腹で。え、そうですね。一回やるかしてるし、押してないっていう先輩。確かに、俺一番が活躍したの。あ、指さそうでじゃあ。あ、そうか。一番やったら。一番やったら。やったらね。そうだね。せーの。はい。なんでやねん。お前、プーチンとか言ってたの。おかしいだろ。お願いします。お願いします。行きましょう。行きましょう。行きましょうよ。行きましょう。めちゃめちゃ声小さいやん。縦に分かれて、俺らは靴だな。正義たちは靴をね、買いに行ってんだけど、今待ってるところです。で、金は開けたあいつが悪いから、あいつ全部払わせます。だからちょっと犬買っちゃいました。じゃあね、車でお待ちを。待ち合わせ場所に着けましたね。彼らが来ましたよ。なんかだるい顔してるよ。なになに。おお、めっちゃ買ってるやん、靴。あ、これが、まあ、ちなみにそうなんです。これが君たちが選んだやつね。おお、あ、これこれ買うんでしょ、俺が。はい、そうですよ。これはいいじゃないですか。ああ、これ僕の買った靴なんですよ。おお、いいね、お気に入りの靴。まあいいじゃないですか。はい、いいですよ。これ何、これで、俺なんだけど、正義いつもジュース買ってるから、その積み重ね。なるほど、積み重ねが、積み重ねなんだから。こんな靴買いに行ったら、これ普通にこいつレジ持ってきて、これ冗談で買ったの。これ冗談、やばくない。一番意味わからなかった。まあでも、こんなに靴買うから、ついでにね。いいね。なんだ、なんだ。はい、ということで完成しました。イエーイ、イエーイ、イエーイ。お待ちかねの、じゃあ靴をね、見せていきましょう。大輝の靴はこちら。バチかっこいいっす。ジョーダン。ジョーダンかっこよすぎるよな。やばい。ここ何、ここ、いい、ここにね、どこだ、ここだ。ここにちゃんとジョーダンのマーク。ハイカット、この新しい靴だな。僕の靴はこちらです。やばい、やばい、めっちゃいかつい。正面がこんな感じで、横がやばいね、ほら。こっちね、ユニコーンとか入ってる。後ろも可愛いし。あ、こんなんなってんだ。やばいね。バチバチかっけ。すげえかっこいいよ。まあ、余分なもん買わされてますけど。まあいいじゃないの。最後これ、最後これ、のりちんからの誕生日プレゼント。うわ、やばいね。ハンパーな。なお前ら、クイズめっちゃ活躍したの、なぜか買わされたけれども、これを見ればもうよしでしょう。オッケーオッケーオッケー。ということで、皆さん本当にね、やって面白かったし、1ヶ月前に出ればね、3000円から1万円ぐらいは余裕で稼げると思うので、そうぜひ皆さんもジャムライインストールしてみてください。しゃっせー。それでは次の動画で、じゃりけん、じゃ、じゃりけん、遊戯王、じゃりけん。